2024-25 ソンポ B リーグ第3節ジェフユナイテッド市原千葉レディース対野島ステラ神奈川相模原の一戦です。まずは千葉の9分コーナーキックから北村が流したところ鴨川がダイレクトで決めていきました。このゴールで先制点。まず池尻弾いたんですけれども鴨川左足で右上、池尻も届きませんでした。そして15分野島ステラのシーンです。ここで榊原が倒されて PK を獲得します。蹴るのは榊原。このゴールが決まって1対1同点に追いつきます。榊原は移籍後リーグ初得点です。1対1で迎えた後半です。60分コーナーキックのチャンス、田中のヘディング、そして石田のシュートは混戦になりますが最後なんとか書き出したという形になります。このあたり監督も狙う二次攻撃三次攻撃というのがだんだん身についてきたのかもしれません。続いてゴールシーンです。コーナーキック岸川のゴールヘディングです。この力強いヘディングで野島ステラを突き放しました。代わって入ったばかりのキャプテン岸川のゴールで千葉が勢いづきます。そして78分、野島ステラ大竹から南野のシュートはジャストミートしませんでした。両チーム惜しいシーンはたくさん作ったもののこのまま野島ステラは追加点ならず2対1千葉が勝利でこの試合を終えました。